はい、皆さんこんにちは、甲賀市議会議員の糸目正樹でございます。いつも私の YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、また違うゲストをお連れしました。飯星智美さんという方で、心を育てる食育栄養インストラクターという方で、こんな素晴らしいなんか木でできた名刺をいただきましたけども、お越しいただきまして、今日は食育という観点で、まあ、いろんなお話を対談できたらなと思ってお招きをさせてもらいました。非常に熱心にいろんな活動をされていますので、今日いろいろお話を伺いたいなと思います。それではまず簡単に飯星さん、自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、飯星智美と言います。ご飯の飯にお星さんの星で、友達の友に美しいと書いて飯星智美です。本名なんですけれども、なんかご飯の星からやってきた先生っていう感じで紹介できるので、なるほど、そのまま使ってます。はい、大学卒業してから小学校教諭を3年間で、その後辞めて、栄養の専門学校に行きまして、でそのご縁があって、栄養士として、学校の方に、学校給食の世界にずっといたんですけれども、で、そこで栄養教諭としてずっと働いてたんですけれども、コロナ禍で、2人目を産んで復帰しまして、自分がちょっと求めている食の世界と違う方向に走っていってしまうんじゃないかっていう危機感とともに、ちょっと退職しまして、今は自分がこう伝えたい食についてを、こう子どもたちと一緒に、あと、ママさんたちとかパパさんたちとか地域の人に伝えていける活動をしているという感じです。ありがとうございます。いや、食育、本当給食って本当に大事な要素やと思うんですけども、復職された時にね、給食の問題点に気づかれたということですけど、具体的にどういうところがすごい気になったんですか。ちなみに粉足ですよね。そうです、粉足ですね。はいはいはい。いや、でもそのどこの市がとかいう問題じゃないんですけども、なんかもう最初、栄養士として、勤めた時に自己給食といって、その学校で給食を作ってるところで、栄養士になったんですけど、やっぱり毎日なんかどんな思いで給食を作ってますよとか、で直接農家さんが来てくれはったりとか、業者さんもなんか近く、自分らと近くて、こうどんな粉入れてって言ったら、すごくなんか熱心に調べて、なんかわざわざ持ってきてくれたりとか、すごく近い存在やったから、なんか子供にもこうすごく授業をしたとか、そんなんじゃないんですけど、毎日なんかこう食って大事よねっていう話を食べるときに毎日毎日してて、なんかそういうことで子供たちも先生たちも変わっていてくれたので、なんかそんな世界ってすごくいいなと思って、栄養士から栄養教諭という道に進んだんですけれども、なんかそういう世界に進むとともに、学校給食が全部大型化との大きな給食センターになっていて、なんかもうなんか効率とか、なんか速さとか、なんかそんなんばっかりにこう実感を使うようになって、なんか給食がなんかこう教育の土台からなんか離れていっちゃうというか、それをもうコロナで復帰して、なんかまさにそれって感じだったんで、なんかコロナ対策、感染対策は進めますけど、じゃあ子どもたちの未来である健康対策どうするんですかっていう、そこに誰も突っ込んでくれなくて、なんか私幼児教育にいたので、なんか子供たちの今は今しかないと思ってて、そう、その通り、なんか今しかないのに、その今の健康教育をしない学校給食って
おかしいんじゃないですかってなんかすごく思ってて、でも食べられなかったら困るとか、なんかお腹を満たすだけのものになってて、なんか本当になんか子どもたちがこう心から美味しいなとか嬉しいなとか、なんかそういうことを感じられる給食とか食事の世界を作り出すことがすごく難しくなってきたので、なんか、なんかこう感染対策としてこう消毒とか、別に無駄だとは思わないんですけど、なんかこう黙って黙食しましょうとか、なんか触らないでおきましょうとか、こう分け合わないで一人一個分が栄養価として正しいですよとか、なんかそっちの給食スタイルにこう今の社会が流れていっていくのがなんかすごく寂しくて、なんか私はこう給食ならではの良さというかは、なんかみんなでこう分け合ったり、こう私は苦手やけどこっちの子は好きやったりとか喋ったりとか、なんかそういうなので子供って育っていくなと思ってるから、触らないとかもなんか変で、なんか本来物を作ってるって絶対触るし、手作りって感じ、手作りが良かったら絶対触るけど、それを危険やから手作りじゃないものの個包装にする、個包装にするためにはいろんなものを入れなければ、添加しなければいけない、なんかそれが果たして私は安全なのかなって思ってて、おっしゃる通りですよ、なんかね、おっしゃること本当に私も僕もすごい共感するところで、まずそもそも、給食に限った話じゃないんですけど、一連の、このコロナ対策っていうのは、このコロナの感染者数っていう数ね、この数も僕ちょっといろいろ疑念を持ってるんですけど、それはちょっと置いといて、コロナの感染者数というもの数字だけを見ている、これをいかに増やさないかということだけに皆さん全部注力している、そのためのどんな犠牲も厭わないというような世論の風潮になってきていることが恐ろしいなと思う。だからコロナ以外で死なれ、亡くなられる方は関係ない、どうでもいいですよってちょっと言い方きついけど、そうなってませんかというのは僕すごい投げかけたいんですよね。だからさっきおっしゃったように黙食をするだとか、その対策のためにそういうことをしている、他の、いろんな失われていく犠牲ってあるけど、そこは見ないというのはなんか違うなっていうのは思うんですよね。そうなんですよね、なんか医療現場の方は本当にすごく頑張ってくださってるっていうのも、なんかこう言葉を聞いたり、いろいろそういうね、苦しんでる方もおられる中で、こんなことを言うかっていうなんか意見もあるんですけど、でも実際子どもたちってまだ元気だし、その元気な子どもたちをなんかどんどん元気じゃなくならしているというか、なんか抵抗力とか免疫とかってなんかこうつけていくもので、なんかついてるわけじゃないのに、小さい頃からこう人と関わりあったり、土に触れたり体験したりとか、なんかこう、その通りですよ。私たちは大人にだから、それを親にしてもらったからついてる免疫だけど、子どもたちってそれがないのに、それをやめさせて、消毒、消毒、マスク、マスク、人と喋らないとか、なんかそんなことをずっと繰り返していって、で、コミュニケーション取れない、免疫力つかない、体力がなくなる、そしたら、なんか、何でも感染しやすくなるじゃないかなと思ってて、なんかそんな子どもたちを私は教育の世界で作るのはおかしいと思って、なんかそれをなんか、なんかこう言えないのがすごく悔しくて、その教育現場でなんかそれが嫌で、もうなんかなんでこんなにこう一人の意見が主張できないんだっていう、なんか子どもたちもそういう思いを持って自分の意見をちゃんと持ってるし、子どもらだっておかしいと思ってるのに、なんかこう言えない風潮を作ってるその社会もおかしいと思ってて、なんかそれをなんか私が辞めて困難でもできるというか、自分の思いって計算でもいいやでって、ちゃんと分かってくれる大人もいるし、なんかそういうふうになんか生きていけるんやでっていうことも子どもたちに伝えたくて、なんかこう何でもこう世の
そういう世界やからしゃあないとか、うん、なんかあと何年待ってたらいいとか、うん、うん、なんかそんなことばっかり聞いたんですけど、うん、うん、なんかそれに流されていくのって違うんじゃないかなと思ってました。すごいその通りですよ。あの本当その通りで、あのでその要はね、自分自身がその環境に順応していかないといけないわけですよね、うん、あの今おっしゃったことと一緒だと思うんですけど、あのそれね、あの大阪の、泉大津市の南出市長さんという方がそれ言われてて、うん、もうあの免疫をつけて重症化しないような体を作りましょうとか、うん、そういうことを、まあ、市長として訴えておられて、僕はそれが正しいと思うんですね。で基本今のコロナ対策っていうのは、あの自分自身は変わらずに環境を変えましょうというのが今の考え方なんですよね。だから殺菌の環境を作りましょう、物は全部殺菌状態にしましょう、あの要は会話を防ぎましょう、要は黙食しましょう、要は菌が飛ばない環境を作りましょうということですよね。あの環境を変えて自分の身を守ろうというのが今のコロナ対策の発想やけど、それはあの自然の摂理からすると間違ってるんですよ。やっぱり本当はこのコロナが、ウィズコロナって言葉だけは飛び交うけど、要は何や言ったらコロナはいるということで、前提で体がそこに強くなっていきましょうというのが、あの生物の世界では正しい考え方だと思うんですよね。環境を変えるんじゃなくて自分を変える、そういうことによってあの生き残っていこう、あの健康体を維持していこうという考え方の方が、あの僕は自然の考え方として正しいと思うし、だからこういう考え方をもっと僕はあの広げていきたいし、支持したいなと思うんですけどね。うんうん、なんですよ、南出市長っていうのは聞いたことあります？ちょっとしっかりは存じ上げてないんですけど、ごめんなさい、はいはい、ぜひちょっとまた一回、はい、あの調べていただけたら、はい、あの僕もちょっと詳しく知ってるわけじゃないです、うん、ちょこっとあの、うん、今林秀臣整形塾っていうあの塾に会話して行かせてもらってるんですけど、うん、そこの門下生でもあるんですよ、その市長が、うん、これで一回あのオンライン直来っていうところでちょっとご一緒させてもらっただけなんで、言葉を交わしたわけでもないんですけど、うん、あのまあ、非常にあのちょっと他 の首長さんとかとちょっと言ってることが、うん、あの少しちょっと変わってあの違うことを発信されてるので、うんうん、私は結構ちょっと注目をさせてもらっているところです、はい、そうですね、なんか給食も、はい、なんかアレルギーもそうなんですけど、うん、初め私が栄養士になった頃は、はい、そんなにアレルギーっていなかったんですよ、はいはいはい、でもなんか、うん、この大型化の波と同じように並行して、うんうんうん、本当にアレルギーかどうかわからないんですけど、うんうんうん、あの実際血液検査しかしてないので、はい、多分アレルギーの子もめちゃくちゃ増えてて、はい、爆発的になんか栄養士の仕事がアレルギーの仕事ぐらいな勢いに今なってるんですけど、うん、なんかそれも全部除去なんですよね、うん、なんか食べない選択をしてて、なんか馴染んでないんですよ、だから全部ダメ、うん、だから除菌だ、うん、なんかこう全て体からなくしてしまえみたいな、世の中なく、その食べ物からなくしたら OK みたいな感じ、うんうん、でもそのなんていうかな、うん、マヨネージやったら卵がないとできないじゃないですか、まあ、例えばね、なんかそうなのに卵がないマヨネーズを開発してるとか、いろいろあるじゃないですか、そういうなんかもろもろ加工品って全部そんな感じで、なんか全部添加物を入れてるんですよね、結局なんかそうやったり、その本来昔は平飼いの卵やったものが今ずわーって多分並べられて、1日に何匹産む卵みたいな感じ、牛乳とかも全部多分そうなってると思うんですけど、高級食の牛乳とかもなんか病気になるから牛がなんかこうあのお薬打って病気にならないようにしてちゃんとしっかり出るようにとか、なんかこう自然じゃない流れでこう食品が作られるようになってきてしまって、なんかお野菜とかもそうなんですけど、もうなんかそのちっちゃい時、ちっちゃい自己給食でやってた時は地元のおっちゃんとかがこの子らのために、うん、なんか美味しい野菜を作ってあげたい、だからまあその農薬どうこうっていうか、めちゃくちゃかけることはないと思うんですよ、ちょっとかけたとしても、そんなあの自分の子供と同じように考えてる子供たちに、そんななんか薬のようにかけることはないと思うんですけど、もう大型化になってくると全てが書類とお金で回って、なんかこう、あ、何も使ってないから安全ですよってなったり、なんかこう、はい、安いからこれがいますとか、なんかそういう感じになっちゃって、なんか私たちもその作ってるくださってる方がもう全然見えない、栄養士も誰から買ってんのか、実際どんな畑から来てんのかも分かんなくって、
なんかそれをすごく安全と呼ぶのかなって、うん、それを子どもたちが食べて、うん、で実際食べながらなんか、うん、大根とかもなんか授業で葉っぱ付きの大根持っていたら、なんか初めて大根見たっていう小学生がいて、そんなこと絶対ないって先生も言ってて、学校の前に大根植わってるし、でももう子どもたちの中で売られてる大根と植わってる大根、食べてる大根が全部つながってないし、なんかそうもうこんなまあ言うたら田舎、うん、だからそこら辺に田んぼとか畑とかがある、うん、この田舎の環境であっても、うん、子どもたちが、うん作物を知らない、うんうん、なんかその中で、うん、こう感謝して食べましょうとか、うん、なんか抵抗力をつけましょうとか、うんうん、なんかそんなことを言うなんか言ってたり、なんかビタミン C がとか私も言ったり、うん、なんか大根はビタミンが多くてとか、うん、そういう栄養価の話ばっかりしてるけど、うん、なんか違うなって思えてきて、まず子どもたちが脳を知らなすぎるっていうのがなんか一番根本的にあるし、教えてる私も、まあ、知らないところもあって、うん、なんかそうやってつながっていけないから、うん、なんかみんなのことがこうありがたいって思えないし、うん、ウイルスとか菌とかも本来いる、うん、体には絶対いるし、ねうんうん、除菌で全部いい菌殺していったら、うん、子どもたちが絶対生きていく中で菌って自分の守ってくれてる菌もいるから、ね、なんか菌が、ね、そうそうそう絶対必要な、うんうん、腸内細菌がいっぱいにならなあかんから、うんうん、なんか菌イコール危ないっていう、うんうん、なんかウイルスイコールダメみたいな、うんうん、なんかそういうなんか教育を行ってるけど、うん、じゃなくってなんか私たちが今こうやって生きていれるのは、うんうんその菌のおかげっていうか、うんうん、そういう自然の営みの中で生きていけるから、うん、なんかそれになんかこうやめておきましょうとか、うんうんうん、なんかこう避けたりとか、うんうん、除去したりとかそんなばっかりアレルギー対策でもしてきたけど、うん、結局コロナでも一緒だなと思ってて、うんうんうん、なんか同じ対策をまたしたらまた10年後にもっとひどいコロナがやってくるんじゃないかなと私は思って、ね、一つちょっとあっと思ったの5アラとか聞いたことあります？5アラ5 5ね、うん、ALA って書いて5アラアミノ酸ってあるんですよ、うん、あ、はい、聞いたことあります？はいはいはい、うん、あれね最近長崎大学の先生が研究結果出して、うん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 、コロナが減るってやつなくなっちゃう、うんうん、増殖しないということが分かったと、うんうん、でそれって別に何も特別な合成物質でも何でもなくて、うんうん、納豆とか赤ワインとかに普通に含まれているアミノ酸だってことも分かっていると、うんうん、だからこれ摂取したらもう普通に感染しひんちゃうっていう期待があるんですよね、うんうん、でそれでサプリ作ろうかとかいうことまで言ってるけど、うんうんうん厚労省はいやそんなほんまに効果あるのかどうか分からへんからって言ってなんか話が進まないんですけど、でも害がないねんからいいやんと、仮にサプリ食べて害がなかったとしても効果なかったとしても害がないねんから何も失うもんないねんからええやんと思うし、でそのたくさん含まれてる納豆とかしっかり食べることを奨励をしてそういうの感染を防ぎましょうねとか言って言えばいいことやのに、納豆なんて普段食べてるもんなんやからね、効果はひょっとしたらないかもしれんけどでもあるという話もあるから皆さん食べてみましょうとか言ったらいいことなのに、そういうことを話は消されていく、あんまりこうメジャーになっていかない、そうですね、うん、なんかちょっとこの風潮がなんかおかしいな、なんか普通にご飯と味噌汁と、うん、なんかちょっとお漬物とか納豆とか発酵食品を食べるっていうのが最も大事かなと思ってて、そう思います、そのだから本当それを研究しないといけないと思うんですよねなかなかどうやって統計取るかって難しいんですけど、うん、食生活がちゃんと取れてる人と取れてない人でこう感染かかりやすさとか多分絶対違うと思うんですよね、日本人はそんなむちゃくちゃなんかこう感染は分かんないんですけど、うん、重症化、うん、少なかったりするので、その食生活とも結構関係があるんじゃないかなとは思ってるんですけど、昔の方が元気、なんか給食センターも大きくなったら大きくなっただけ、もう虫が1匹入っていてもあかんし、髪の毛が1本入っていてもあかんし、全部すごい消毒をかけてアルコールめっちゃして、もう無菌、ほとんど無菌状態みたいなところで給食を作ってて、野菜とかも3回洗って加熱何度とかしてる
ているので、もうあの必要以上の栄養がもう取られていってるんですよね。なくなりますよね。なんかあの、切り干し大根の、あの洗ってる汁飲みたいわっていう調理員さんいたんですけど、ぐらい切り干し大根という、あの栄養価で私たちはただ単にパソコン上を拾って、切り干し大根、あのどんだけの栄養価があるってあの保護者の人には出してますけど、どんだけ栄養価が削ぎ取られてるかっていう情報は出してないわけで、数字通りにもが入ってるとは言えないわけですね。数字しか安心材料が出てないんですけど、みんな数字が安心材料だと思っているので、数字が出ない給食の献立表は何だみたいな感じになるんですよ。でも違うんじゃないかなと思ってて昔の人そんな、なんか数字なくてもちゃんとご飯と味噌汁、なんか周りにあるものを大事にしっかり食べて、今結構超長生きしてはる方いっぱいいるので、なんか、そういうなんかことも大事にしていきたいなと思ってますけど、いやそれは本当ですけど、やっぱり国産のものを大事にする、まあ、その次に自分の地域のものを大事にする、まあ、この地産地消というのはやっぱり僕ものすごい重要だと思うんですよね。でまあ、今イボスさんはその子どもたちの健康作り、あの心身ともに健康な体を作るため の食育という形でおっしゃっていただけて、それはその通りなんですけど、もう一つあの広げて言うと、そもそも輸入に頼りすぎるとある時に、ね、僕たち食べるものなくなってしまう可能性があるという、もう本当にその底辺のところも今脅かされ始めていて、去年のコロナが入った時にやっぱりその輸入って止まるんだということを僕たちはまあまあ当たりにしたんですよね。だからあの輸入でいつものように当たり前のように入ってくる食べ物が、必ずいつでも欲しい時に入ってくるという保証はどこにもないということを僕らは身に染みて分かったけど、いまだにそれをいやー言うても一時的なもんでしょうというふうに思っておられる方が多いんですよね。そこが僕は危険よと思うんです。だから国産のものをなるべく食べましょう。そしてできているならば、私たちは高価値のものをなるべくたくさん食べましょうという考え方はものすごい大事、本当に大事。ね、それが農家を守っていくことになるしね。作るということにもうちょっとこのコロナがあって焦点を当てていかないと、そう、なんかこうね、なんか作ってくれてやる人が私は一番すごく、なんか大事な人になっていくんじゃないかなと思ってて、そうですね。だから子どもたちにもっとそのなんていうかな、スーパー行ったらなんか例えばお米にしてもスーパー行ったら売ってるわとか、じゃなくて実際に生産している現場をしっかり見ておく、できればそこで一緒に汗をかいて、一緒に米作りをするとか、そういう経験をさせることで大事かなと思うんですけどね。例えば希望者の中でもやってはいるんですけど、1年に1回ちょっと田植えをやります。1年に1回ちょっと帰ってくる、だから本当にあれは、ね、味見なんですよ。味見なんですよ。そうじゃなくて本当に汗をかいて一緒に作るっていう作業を小さい頃から経験させておくということが大事かなと思うんですよね。やっぱそうするとやっぱり地元の食べ物にも愛着が湧くし、どうか遠いところのようわからんところのものを食べれるよ、やっぱり身近なものを食べようという気持ちもなってくるでしょうから、まあ、そういう教育というのはやっぱり私もちょっと市政で訴えていきたいなという、食料の安全保障という観点も含めて、まあ、言っていきたいなというふうに思ってます。そうですよね、はいはい、なんかそう物を備蓄するってなったらやっぱ場所も限りもあるので、なんかこう作ってる人が増えたら、なんかいいなと思ってる。ちなみにちょっと今ちょっと思いつきで聞くんですけどね、結構ね農家の方はちょっと私最近よくお付き合いするんですけど、もうまあ、大体農家っておじいちゃんおばあちゃんが多いんですけど、もう最近もう今年はもう腰が痛くて偉いからもういい加減やめようかなって言ってる人多いんですけど、でもちょっとここ鉄道って来れたらあと 2,3 年頑張れるなっていう人もまあまあそこそこ言い張るんですけどね。でまあ僕そういうのにちょっとちょっとお手伝い寄せてもらったりとかしてるんですけど、例えばイーボスさんにねそういうのをやりたいというお子さんたち、まあそのお父さんお母さんたちグループもし作ってそういうのを手伝いする機会あんねったらしたいわっていう、もしすでにされてないといいんですけど、もししたいわっていうことがあるんだったら僕ちょっとそういうの一回企画できたらなと思ったりするんですよね。やりたいやりたいやりたい、ああいうことだ。ちょっと今年はいいと思います、いっぱい。じゃあそれじゃあ来年の田植えぐらいからちょっと考えましょうか。ぜひ、なんか子供たちも多分いると思うんですよ。なんかね、なんかほんまに、しかも一回行ったらもう絶対忘れられない経験になって、また行きたいってなったり、やっぱ子供の顔が変わる
るんですよね。1回の田植え、ね、なんか学校でやってる1本借りましたっていう、はい、いい学会教室帰ってありがとうって書きましょうっていう経験と、うん、ほんまに汗かいて自分が頑張って作ったものとか、うん、取ったものってやっぱ全然ちゃうので、うんうん、もうそこそれってもうなんかあの言葉じゃなくて顔が変わる、それを親は見てるから、うん、あの絶対あのさせたいとも思うし、うん、子供一回見たら絶対子供はこうやって育つっていうのが分かる、うんうん、それはもう間違いないと思いますよ、ね、うん、だからなんかそう、うん、そういう人たちが増えていくのが一番手っ取り早いかなと思ってて、ぜひそれコラボしましょう、はい、ぜひ、はいはい、あのまあちょっとあのもう一つお聞きしたいんですけど、イボさんいろんなその食育の中でいろんなものをあの、まあ、そうこういう活動もされてますよね。あのちょっとこの辺の具体的にどういう活動されているのか、ご自身の活動内容についてもちょっとお話をいただければ、はい、いや私もまだ、はい、あの4月から、うん、活動し始めたばかりなので、何ってあの模索段階で進んでいってる感じなんですけれども、なんかその料理教室って言っても、うん、なんかその食べ物の素材を感じながら作る、うん、なんかその何を作るじゃなくて、うん、一緒に作るとか、うん、素材を見るとか、うん、なんかこう視覚以外の情報、なんか今はズームとかすごく何でもあの情報が発達してるけど、うんうんうん、じゃなくて、やっぱり触ってみないと野菜とかもわからないし、うん、なんか痛いか臭いか新鮮なんかわかんないし、うん、なんかそんなんももう大人が知らないから、うんうん、私もわからない部分もありますけど、うん、そういうのをやっぱりなんか美味しい野菜と、うん、選べる人がいっぱい出てきてほしいので、うん、なんかそういうなのを料理教室という形で、うん、していたり、うん、あとはなんかその手作りコスメって言って、うんうん、なんかその食べ物もそうやけど、うん、化粧品とかも、うん、肌に入れてるものもなんかすごく長持ちしたり、うん、なんかいうものがいっぱいあるけど、うん、そうじゃないんだよっていうのを教えてもらって、うん、なんか肌につけるものってあの食べれそうな素材のもので作れるんだっていうことを初めて知って、うん、なんかやっぱその素材の大事さを一緒にその伝えていけるっていう意味で、うん、そういう人らとコラボして、うん、野口薫さんっていう方なんですけど、なんかその人と一緒にコラボしながら、うん、ご飯の、うん、私が訴えたいことと、うん、そのコスメで、うん、素材を大事にしていこうってことも同じような思いで、うん、なんか伝えていってたり、うん、あとはなんか子供の世界に私幼児教育でいたので、はいはいはい、絵本とか、うん、なんかそういうのはすごく好きで、うんうん、好きやからずっと読んでたんですけど、うん、なんかその勝井真由美さんって言って、はいはいはい、絵本をの先生がいるんですけど、うんうん、なんかその人は大人でも絵本って心が変わるよみたいな話をなんかしてくれてて、うん、なんか食べ物も同じで、うん、なんか栄養があるから食べなさいって言って栄養になるかは分かんない、うん、なんかその全部データとか全部アナログ化になって、このどんだけ食べたらこの栄養ってなってますけど、実際なんかやっぱり、自分の心と体はつながってるので、うん、やっぱなんか美味しいなとか楽しいなとか嬉しいなっていう感覚で食べないと、うん、栄養には全然ならないから、うん、なんかそういうこともなんかこう絵本を通して知れることもあったり、うん、大人がその絵本を通して自分の心に気づけたり、うん、なんかそんなこともあるので、うん、なんか全然かけ離れているような絵本と食ですけど、うん、めっちゃつながってると思ってて、うん、なんか食べ物もなんかそのすごく心そのだから測れないから、まあ絶対影響ありますよね、一人一人違うし、なんか、うん、なんかその心が伴ってこない食事をしていても、うん、なんか栄養にならないからダメじゃないかなと思って、そうなってきたら本当に黙食とかがすごく、うん、いや黙食は良くないと思います、良くないなと思ってます。ね、一番それね実感するというかあれなんかね、お酒飲んでる時なんですよ、うん、
お酒ってね、あの美味しいお酒、まずいお酒ってよく言うじゃないですか、うん、同じお酒でもね、あれって結局あの話が弾んでる時って美味しいお酒なんですよ、うん、あのすごく気の合う仲間とあの話に花が咲いた時のお酒ってうまいんですよね、うんうん、同じお酒でも一人で黙々と食べて飲んでるお酒ってあんま美味しくないんですよ、うん、であれって体の状態が違うんですよね多分ね、うん、会話とかでやっぱり気持ちがこう高揚してる時の体の状態、うん、黙ってる時の状態多分全然違うと思うんですよね。その時に同じものを入れても全然体の吸収っていうのは変わってくるでしょうから、まあ、あのお酒の例で言いましたけど食べ物も多分一緒なんでしょうね。なんかやっぱストレス下に置かれるとビタミンとかミネラルとかが全然吸収できないらしいんですよ。なのでもうその、うんうん、あの微量栄養素が吸収できないってことは、うん、エネルギーがエネルギーにならないんですよ、うん、そりゃそうですね。なんかそのただ単にエネルギーを取ってるだけで、うん、あの微量栄養素が体に入っていかないから、うんうん、栄養になっていかないんですけど、うんうん、まあ、大人もそうですけど多分子供はもっと神経質に感じてしまっている、うん、多分この板があるだけでもあの大人はまあ板やって思ってるかもしれないですけど、うんうん、子供にとったらわけわからんものが前に来て、ね、なんか子供はなんか大人は見えてるからいいやんって思うんですけど、うんうんうん、やっぱり違和感しか感じひんと思うんですよ ね、はい、なんかそんな中でなんか食べなければいけない環境になっているので、うん、なんか大人が思ってる以上に、うん、あの子どものストレスは大きいんじゃないかなと思ってて、ね、今すぐどうこうならないですけど、うん、なんかこれを何十年か後の未来を考えるとすごく危ないと思う、うんうん、ところがあって、はいはい、うん、なんかちょっとでも楽しく食べれる環境とか そういうのを、うん、まあ、うん、学校でどうしても無理やったらまずお家から、うん、とか、うん、なんかちっちゃなコミュニティからとか、うんうんうん、なんかそうやってなんかできる環境がちょっとでも作れたらいいなと思いますけど、うんうん、まあ板は私も本当はあの全然あのこんなん全然関係ないと私は思ってますので、ただまあやっぱりねちょっとすみません、あのいろんなご指摘をたくさんいただく中で、いやそれは違うやろと同じ意見を持たれない方もたくさんいらっしゃるので、まああのすみません、そこはちょっとあの若干の強調をさせていただいておりますが、あのおっしゃる通りだと思うんです。はい、あの、まあ、本当はこんなのあのこれの効果も検証すべきなんですよ。あのこれを設置しました。どれだけあのコロナの感染者数減りましたかとか、うん、それの数字やっぱり見て、やっぱり効果ありませんね、うん、やめましょうっていうことを勇気持って言っていかないといけないんですけど、なかなかそういう動きに出ていかない、ならないですよね。まあそういうことで、まあ、あのまあいろんなあのあれですね、心の部分ですよね。あの心の部分の要素っていうのは、まあ、なかなか数値化はできないですけど、でもまあ確実にあるというのはもう肌感覚で分かることなのでね、やっぱりそこの肌感覚で分かることに関してやっぱり目を向けていくような政治というのはやっぱりあの考えていかないといけないなと僕も思います。どうやったらそれが実現できるのか、どういう切り口であの働きかけたらあのやっていけるのか、ちょっとそこは暗中模索なんですけど、あの、まあ、もしあの私今後チャンスがあるならば、あのまたあのあまりここ詳しく言っちゃダメなんですけど、あの今後チャンスがあるならばまたそういうあの発信をあのしていきたいなと思います。またいろいろとお知恵をお貸していただけたらなと思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございます。はいはい、ちょっとまたいろいろコラボしましょう。なんかさっきちょっと思いつきで言っちゃったけど、はい、あの面白そうやなって今ちょっと思いましたんで、ね、はい、この秋はちょっと一人ではね、なんか力がいっぱい必要ですね。なんかちょっと一つやってみて、はい、その感触見守ってまた次のとこやってみてて、やってるうちにだんだん広がって面白い企画になっていると思うので、あのイーボスさんの料理教室に、それこそね、あのね面白いね企画あるんですよ。ごめんなさい、これまた思い出して思い出した、あのね僕ね甲賀のんべえクラブっていうクラブ入ってるんですよ、はい、で、ま、ごめんなさい酒飲みの話でだけどこれねすごい面白い取り組みで、あの名前だけからしたら酒飲みが集まってるような会に聞こえると思うんですけど、実はまあまあそういう要素もあるんですけど、そうじゃなくてみんなで自分たちの飲むお酒を自分で作ろうじゃないかというあの企画なんですよ。で、あの江南町の池田にその田んぼ一つ、あの一枚田んぼがあって、そこでみんなでこう酒米を作ると、まあ、まあ実際は機械でだいぶやってるんですけど、まあ、一部だけ手でやりましょうと、であのお米に愛着を持ってもらって、でそのできたお米酒米山田錦ですけど、これをあの美福さんとあの江錦さんの蔵に納めて、で お酒を作ってもらって、で返してもらう、であの払った会費はそれでほぼ還元されるというあのクラブなんですね。これを同じあのイボさんのその料理教室で、あの
まあ、例えば豚汁作りましょうと、うんうんうん、そのじゃあごぼうだとか人参とか大根、うんうん、みんなで作ろうということをやってみる、うんうん、お米も作ってご飯、あの炊き込みご飯作ってみようとか、あのなんかそういうのね。さすがにちょっと豚育てて飛ばしましょうって言ったらちょっと生々しいから、それはちょっとやめといた方がいいかもしれんけどでもほんまだけどそれもやった方がいいんですよ、うん、なんかね、うん、魚は知ってるのに肉は隠されてるから、うん、まあそうなんですけど、命のありがたみというのをねやっぱり考える上では、うんうん、あのよくね、あのちょっと私自衛隊にもちょっと関わってるんですけど、うんうん、自衛隊ってあのレンジャーっていう部隊が、あ、部隊じゃないですけどレンジャーっていう課程があるんですけど、うんうん、あのその過程を受ける人たちっていうのは、あの鳥をねとかね、あの野生の蛇をさばいて食べるっていう訓練もするんですよね、うんうん、すごい。で鶏肉なんか僕ら普通に食べるけど、でもやっぱり鶏を1匹さばいて食べるって経験しないでしょ、うん、私中学校の時あったんですよ、そういう実習、あの江南農業高校でやりました。マジですか。でも次か次かだから分かんないですけど倒れる人が結構出て、あ、結構精神的ショックでしょいや僕も陽性ですわそんなだってやっぱり見ました。だから蚊の皮、あの毛が剥ぎ取られて、いったり、でもそれ食べたみたいな、命の教育みたいなのを。でもそれ大事なんですよね、ほんまは大事なんですよね、 それね。それできたらあの食べ物残すのやめようとか、あの食べることのありがたみというのが分かってくるでしょうからね、まあ、それこそ心の教育っていう意味でもすごく大事だと思うんですけど、すごい。で学校でやったんですかそれ。中学校の時すごいな。え、それ先生の判断だったんですか。そうなんでしょうね。へー、面白いな、その先生。なんか本当は学校給食の栄養教育とかもそっちの食育のところにもっと突っ込まないといけない、うんですね、と思うんですけど、うんうんうん、そうですよね。なんかなかなかそれが机上の、うん、勉強でしかない、うんうん、ところにしか突っ込めないって、うん、心の部分にまでは全然突っ込めていけないので、はい、なんかそこを抜きに、うん、栄養価とかばっかり喋ってても全然話が伝わらないっていうか、うん、もう子供にとったら経験してる子は話が伝わるんですよね、うん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 、やっぱり、うん、そのでも経験してない子にとったら私たちの話が何も入らなかったり、うん、そのただ100点取りたいからありがとうとは書けるし、うん、言葉は知ってるから、うん、いろんな感想文は書けるけど、なんか知らないですよね。まあ、ね知らない。だからやっぱり経験させてあげないと分かんないって思います。それはその通りですわ。その通りですわ。はい、で、やっぱ学校の時間で区切られた経験じゃなくて、本当に経験しないといけない時代が来てるから。うん、その通りですね。まずはだからあの草の根で活動を広げましょう、はい、それがまだ多分一番あの近い道だと思いますので、あのまだ来年の春からいろいろとまたご提案させてもらいますし、はい、あのコラボしていきましょう、はい、あのいろいろ喋りましたけど、まあ、まとめて言いますと、まあ、やっぱりあの物ね、栄養物質だけじゃなくてやっぱ心ですね、人間の心というのが大事だということを、まあ、こうイーブンさんの話から、まあ、気づかせていただきましたし、あの私もちらちらそういう思いはあったんですけど、やっぱりこうやってわっと熱心に言ってくれなかったらああそうやなと思います。これをどうやって本当にあの行政に反映させていくかしっかりかあの考えていきたいと思いますので、またあのこれご視聴の皆さんもまたあのコメント欄になんか残せていただけたらありがたいなと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、あの多分あの言い尽くせないことがたくさんあろうかと思いますけど、またあのおいおい第2弾第3弾でまたあのお話を伺えるようになったらいいなと思いますので、またあのよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日は一旦ここで、はい、あのはい、お開きということでご歓談中縁竹縄ではございますけど、はい、あのお開きという形にさせてもらおうかなと思います。はい、それでは今日はここまでとしたいと思いますので、また次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さようなら。